いや、マジでいるか。捕獲しすぎた説ある。本当にいねえな。いや、マジで僕がイルカ取りすぎたかな。もうイルカいたらもう、捕まえてたからな。やっぱ反省してるわ。湧いてください。謎の、いや、ま、ほんとに、マジでいないの、イルカ。なんか落ちとるし。なんか、誰の砂岩？ちょっと誰か、砂岩落としとる人いるよ、こんなところに。なんでまだあんの、あの砂岩本で。いやー、にしても、あ、いた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 ！来た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 。よし、オッケー。急に湧いたな。マイナス方向やったっけ、あれ。もう一体ぐらいわかんかな。もう一匹。もう一匹いないかな。ほーら、こんなに楽しそうにイルカが泳いでるよ。さあ、おいで。さあ、もう一匹おいで。こんなに楽しそうにイルカさん泳いでもよ。おいで、もう一匹。前142か、あ、あれか、あの、あれだな。おい、イルカ、イルカ、イルカ呼んでくれないか。いないかな。なんかこれの方がすぐ見つかりそうじゃない？こうイルカを連れてこうやってたらもう一匹すぐ見つかりそうじゃない？
なんか楽しいなぁと。めっちゃ早いから楽しい。わかんかなぁ。あ、イルカは確率、やっぱ低めなんか。結構湧いてるイメージあるんやけど。本日の切り抜き放送はここまで。ご視聴ありがとうございました。ドズル社放送部へのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またの放送をお楽しみに。